皆さんこんにちは、クリアアドベンチャース登山インストラクターの栗山です。今日はですね、疲れない山登りのやり方についてお話しさせていただきます。結構この疲労しない山登りのあり方っていうのは安全登山の観点から見ても、重要だったりしますので、ぜひ、最後まで聞いていただければと思います。では行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで、疲れない登山のやり方というか歩き方のお話をさせていただこうと思うんですけれども、まず、最初にちょっと意識していただきたいのが、心拍数ですね。登山を行うってどういうことっていうと、登山という運動がですね、そういういろんな運動の中全体を見ても特に、非常に長い時間、行動し続けなくてはいけない運動であるということです。なので瞬間的にいかに早く歩いてもあまり意味がないんですね。それよりも、長時間安定的に歩き続けなくてはいけないというのがまず一つです。でこれはマラソンとかですね、自転車競技とか、この辺の競技って長距離移動する運動し続けるような、運動になってくるんで近いかなと思うんですけど、例えばマラソンを行おうとした時に走り切った時全部使い切ってればいいわけですよ。ところが登山というのは、登山終わった時に全部エネルギーを使い切るのが本当に一番理想なのかっていうとそうではない。誰かと競う運動ではないので、むしろ、山の中で何かイレギュラーが発生した時に安全マージンを残しとかなきゃいけないんですね。でこの安全マージンを残しとくということはすなわち下山しきった時に十分余裕のある状態で下山しきらなくてはいけない、かつ、長時間安定したパフォーマンスを保って運動をし続けなくてはいけないというのが登山の特徴になってきます。なので疲れない運動を心がけるというのは登山において非常に重要です。でじゃあそれを行っていくためにどうしたらいいのというと、心拍数を意識していただきたいんですね。安定した心拍数をいつも保っていただきたいんですけど、どのぐらいの心拍数を保つのが一番理想的なのかなっていうと、この最大心拍数ですね。最大心拍数の7割ぐらいの、心拍数を保っていただくと理想的かなというふうに思います。まずその最大心拍数の出し方なんですが、最大心拍数を出す時この200に、いろいろ出し方はあるんですけど、一番オーソドックスですね。これがベストというわけではないんですけど、一番簡単な出し方なんで、これを紹介させていただきます。220から自分の年齢を引いた数字というのが、おおよそその方の最大心拍数ですよ、というふうに言えます。なので、例えば、40歳の方だった場合、220から40引くと180、この180というのが、最大心拍数になります。でこの180かけることの 0.7、はい、180かける 0.7、126、年齢が40歳の方の場合この126という数字、心拍数を基準に、これ前後で運動していただくと、理想的だよということになってきます。この126っていう数字がなんでベストなのっていうと、この数字というのがですね、エネルギー効率が一番いいんですよ。糖 1g あたりから4kcal、脂肪 1g あたりから7kcal、エネルギー生産することができるので、脂肪からなるべく可能な限り、燃焼させてあげた方が、エネルギー効率がいいことになるんですね。でもね、こう脂肪って実は燃やすのってすごい難しくて、そもそも人間の体の中で一番効率よくというか素早くエネルギー化できるのって糖なんですね。でただ糖ってこう速いスピードでまずエネルギー生産できるという利点があるんですけど、1g あたりに、4kcal と、その同じグラム数単位のあたりに得られるエネルギー量というのがまず少ないということと、体の中にそもそも最初から蓄えておける糖質の量っていうのは本当にわずかしかないです。血中、それから、骨格筋内、それから肝臓に含まれるグリコーゲン量が、人にもよって多少差はありますけれども、おおよそ 2000kcal 程度しかないとされています。それに対して脂質、脂質は、1g あたりに 7kcal あるんですね。で、体脂肪率何%っていう話があるんですけれども、例えば仮にじゃあ女性でね、体重が、50kg、体脂肪率が 20% だった場合、体重のうちの、10kg が脂肪ということになりますよね。1g あたりに 7kcal あったら、じゃあその人どれだけ、脂肪からエネルギー生産できるんだっていうと、とんでもない量をエネルギーが人間の体の中に蓄えられてます。ただ、この脂肪というのを燃焼させるのには非常に時間がかかります。なので年齢40歳の方で、一番脂肪が燃焼する心拍数126という数字を出しましたけど、この心拍数で運動することによって脂肪と糖の、使用率が 50% ずつにすることができます。なので、血中にある糖を使うことによって、例えば仮にその方が 2000kcal 分、糖を体の中に蓄えることができてたとすると、合わせて 4000kcal 分ぐらいエネルギーとして生産することができるんですよ。これをもっと高い心拍数で歩いてしまうとどうなるかというと、高い心拍数で歩いてしまうと糖の使用率が上がってしまうんですね。なので体の中に蓄えられている糖質量では、トータルとして燃やせる、カロリー量というのが結果すごく下がってしまうということになります。なのでまず疲れない、歩行を心がけていくという時に、心拍数を上げないというのはエネルギー生産の観点から非常に重要になってきます。これまず覚えておいてください。でもう一つ、糖を摂取するということが非常に重要です。先ほども言ったように、糖は体の中に 2000kcal しかないんですね。でその 2000kcal をとともに脂肪を燃焼させていったとしても、血糖値っていうのはどんどん下がっていってしまうのは事実です。で血糖値が下がってくると、それを補うためにどうするかっていうと、体は糖が減った代わりにアミノ酸分解からエネルギー化し始めるんですよ。でこれをしてしまうとどうなるかっていうと、まずは血中の糖度が下がっていく。そして血糖値が下がってくると、その骨格筋で糖が使われていくと、血中から、血糖値が下がっていって、肝臓から糖が減っていくという状態がなっていくんですけど、それと同時に全部糖と油だけで、エネルギー生産しているわけではなく、アミノ酸分解からもエネルギー生産が行われているんですね。このアミノ酸、血中アミノ酸濃度が下がってくる、血中糖度が下がってくると、次にアミノ酸からエネルギー生産を始めていくということは、血糖値が下がるということはアミノ酸、血中のアミノ酸が減ってくるということです。このアミノ酸は血中から減ってくると、今度どうなるかっていうと、骨格筋を分解してエネルギー生産化していくんです。つまり血糖値を下げてしまうと、体の中の筋肉が減ってっちゃうっていうことでもあるので、まず血糖値を急激に下げないように、心拍数は上げない、自分の適正心拍値、最大心拍数 ×0.7 の、心拍数前後で運動するということを心がけること、そして運動しながらこまめに糖質摂取するということです。ここ行動食を考える上で結構大事なんですけど、摂るべきものは糖質を中心に、電解質も合わせて摂っていただくといいのかなというふうに思います。糖質摂取をこまめにやっていかないと、脂質代謝型の運動心拍数を心がけていても、血糖値が下がっていった結果、アミノ酸からのエネルギー生産を起こしてしまって、骨格筋が減ってしまうということが起こりえますので、これは直接的なその疲労にイコールかっていうとまたあれなんですけど、自分の運動能力そのものを低下させてしまう、原因にもなってきますので、それは注意していただいた方がいいんじゃないかと思います。でまたですね、運動強度を高めてしまうと、体の中に乳酸が発生してしまいます。こう、乳酸そのものが悪化というと、これが疲労物質の直接的な原因ではないんですけれども、乳酸が発生する過程で出てくる毒素が原因で、骨格筋類が疲労感を感じ始めてしまうんですね。なので、そもそもこの乳酸値が体の中で高くなってしまうということそのものが、疲労の原因になってきます。運動強度が高い無酸素運動に近づけば近づくほどこの乳酸が体の中に増えていくよということは、すなわち、体が疲労感を感じるようになるよということになります。なので運動強度を高めてしまうと、その瞬発的に運動するときにはもちろんしょうがないんですけど、登山のように中長時間、ずっと運動し続けなきゃいけない。しかも下山するまで、一定のパフォーマンスを保ち続けないと命に関わってしまうようなアクティビティなので、心拍数はとにかく上げないように行動するというのが結果すごく大事になってきます。心拍数を上げずに運動することによってエネルギー代謝の効率が非常に良くなるということ、そして、骨格筋に乳酸を発生させてしまう、作っていく過程での毒素によって体の疲労が起こるということを抑えていくことができます。この2つをしっかりと押さえていただきたいところかなというふうに思います。じゃあどうしたらいいの、どうやって行動したらいいのって言ったら、もうこれに限ります。ゆっくり歩く、ゆっくり歩くです。できれば、例えばこういう、僕の場合はこれ Apple Watch を使ってるんですけれども、何でもいいです。心拍数が測れる時計をまず使いながら登山を行っていただくという方法があります。例えば、心拍数だけ取りたいというものであれば、結構安いものだと5000円ぐらいから、ものとしては存在したりもします。心拍数を自分で登山中に管理しながら歩くということをしていただくと、もう簡単に心拍数管理っていうのはできるようになってくるかなと思います。もしただそれを買いたくないなということであれば、登山中の歩行ペース、これも昔からよく言われる話ですけれども、おしゃべりできるぐらいのペースです。おしゃべりができるぐらいっていうのは、歩きながら、こうやって歩きながら、そうそう、なんとかでさ、そうそう、あ、そうだよねって呼吸を乱すこと一切なく、普通にこういうレベルでの会話ができるぐらいの心拍数です。そのための歩行ペースってどんぐらいっていうと、もうめちゃくちゃゆっくりです。一歩足置いたら休む、一歩足置いたら休むぐらいゆっくりで構わないかなというふうに思います。それじゃあ歩き方として遅すぎるよって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし実際のところ速いペースで歩いてる人って見てるとかなり休憩回数が多かったりします。もし仮にこれ見てる方で、例えば富士山とかね、人がたくさんいるような山、おそらく70代ぐらいであろうご年配の方、自分が例えば20代30代とかだったとして、明らかに自分よりもずっと年上の、70代ぐらいの方が前に歩いてたと。でこの人を抜いてしばらく歩いてて、休憩してる間にこの人に抜かれたと。でまた歩いてたらその人が現れて、その人を抜いてったと。休憩してる間にまた抜かれたと。で結果到着した時間あんまり変わらなかったねっていうような方なんで、圧倒的体力差があるであろう自分と、それから年配の登山者と差がなかったのか。彼らは経験から疲れない歩き方をしているからです。なので早く歩くっていうことが登山においていいかどうかっていうのは微妙だよっていうことも覚えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。この心拍数を上げないで歩く、ということを意識していただくだけで、おそらく登山は今までよりもずっと疲れずに、結果時間もあまり変えずに、登山を楽しんでいくことができるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ実践していただけたらと思います。はい、ということで、運動科学の観点から考える疲れない登山のあり方についてお話しさせていただきました。合わせてですね、できれば歩行技術や呼吸なども、身につけていただければというふうに思います。それに関してはまた別途、他の動画でお伝えさせていただこうかなというふうに思っておりますので、今後もクリアドベンチャースの、YouTube チャンネルを見ていただければなというふうに思います。クリアアドベンチャース登山教室では、様々な登山技術をお伝えさせていただいております。この動画を見ている方で、山登りについていろいろ勉強していこうかなというふうに思っていただいた方はですね、是非、クリアアドベンチャース登山教室の方にもご参加いただければと思います。またですね、クリアアドベンチャースでは YouTube のチャンネル登録をお願いしております。画面下にあります、ロゴをクリックしていただきますが、もしくはスマートフォンで見てる方などはこちらにロゴが出てこないケースもありますので、ちょっとスクロールしていただきまして、下の方にチャンネル登録ボタンがあります。チャンネル登録をしていただくことによって、安全登山に関わる、様々な知識や、登山技術、登山道具の、いろいろな情報など、皆様のところにお届けさせていただきやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。ではまた次回よろしくお願いします。ありがとうございます。